ゲザハン・アベラは、エチオピアの陸上競技選手。2000年シドニーオリンピック、2001年世界、陸上選手権エドモントン大会の男子マラソン金メダリストである。妻は同じくマラソン選手のエルフェネッシュ・アレム。なお、彼の名前は、ゲザハンが、本人の名前、アベラは、いわゆる、性ではなく父親の名前である。このため、本人を特定する意味では、 ゲザファンと略するのが正しいが、日本のマスメディアでは、アベラをファミリーネームのように扱って略称とすることが一般的であるため、以下の文中の表記もそれに従う。アベラが最初に国際大会に登場したのは1999年のロサンゼルスマラソンであった。この大会でアベラはケニアの3人の選手に次いで4位でフィニッシュ。この結果、アベラは 夏に行われるスペインの世界陸上選手権セビリア大会のエチオピア代表に選出されて11位となった。この年の福岡国際マラソンにも出場し2時間07分54秒の自己ベストを出して国際大会初勝利を飾った。アベラは翌2000年の最初に出場したレースであるボストンマラソンではイライジャ・ラガトと同タイムながら 写真判定で惜しくも2位となった。シドニーオリンピックのエチオピア代表として、マラソンに出場、レースは、後半に入って、アベラとテスファイエトラのエチオピアの2人と、隣国の1996年アトランタオリンピック、男子マラソン同メダリストのエリック・ワイナイナの3人が、戦闘集団から抜け出し、37km 付近で、ワイナイナが3人の中からさらに抜け出しスパートをかけた。 しかし、ワイナイナのスパートも 2km 程度しか続かず、アベラがワイナイナを捕まえそのままゴールした。翌年、アベラは、カナダの世界陸上選手権エドモントン大会のエチオピア代表にも選出され、レースは、ゴール直前、スタジアムで、サイモン・ビュオットとのデッドヒートを1秒差で制したアベラ、が、金メダルに輝いた。 アベラは世界で初めてオリンピックと世界選手権両方のマラソンを制した男子マラソン選手であるがアベラに続き達成した。女子マラソンではロザモタが1987年世界陸上選手権ローマ大会と1988年ソウルオリンピックにてアベラよりも先に達成している。アベラはその後も福岡国際マラソンやロンドンマラソンで勝利を重ね、一時期は 世界最強と歌われた。2003年の世界陸上選手権パリ大会にも優勝候補の最有力選手として出場したが、途中棄権している。2004年アテネオリンピックでもエチオピア代表に選出されたが、その頃長きにわたる故障に苦しみ出場せず、五輪連覇の夢は叶なわなかった。妻のエルフェネッシュ・アレムは出場し、女子マラソンで4位入賞した。 その後若くして現役引退し、現在はホテルと不動産開発のビジネスを手掛けている。ありがとうございます。